どうもこんにちは、なっちでございます。今回はですね、モンスターハンターライダーズというカプコンの新作ゲームやっていきたいと思います。モンハンのスマホゲームですよ。非常に楽しみです。楽しみっていうか、まあ、やったんだけど少しは、まあ、タイトルがモンスターハンターということで、僕実はモンハン結構やってまして、僕のこのチャンネルの動画というか、こう YouTube の活動自体最初はモンハンだったんですね。それぐらいモンハン歴は長いしやってます。ってことで、まあどんなゲームなのっていう紹介をしていきたいと思います。まあまずね、最近のモンハンって言ったら今プレステ4に行ってますけど、こちらはスマートフォンですから、どこでも手軽にできるのがポイントですね。しかも内容は本格的な RPG となっております。でこちら今画面の後ろにね、ブラキリオスが見えるかと思うんですけど、こいつブラキリオスって言うんですけど、手前がまあ従来でいうハンターですね。でこのお二人というか、一人と一頭、モンスターハンター本編では狩猟関係にあるわけですよ。このゲームではハンターはライダー、モンスターはオトモンっていうね、味方なんですね。仲間なんですよ。まあそれをタッグって言うんですけど、タッグでクエストに挑むと。わかりやすく言うと、まあ武器とかなくなった分モンスターを変えていくみたいな、オトモンですね、オトモンを変えていく。このクエストは雷が有効だから神王がを連れていこうとか、まあそういう感じになっております。今画面にあるようにモンスターハンターシリーズでおなじみの、オトモンモンスターですねを集めてクエストに挑んでいきます。結構懐かしいキャラクターもねいると思いますよ。例えばこの辺とかね、ドスイオスとかね、ちょっと懐かしいよね。まあモンスターハンターのこう顔であるリオレウスターももちろんおります。まあ実際クエスト行った方が多分早いと思うんで、クエスト行きましょう。見た方が多分ね、わかりやすいと思うんでね。今映ってるのがストーリーのクエストなんですけど、ストーリーは今回はやりません。ストーリーネタバレになっちゃうんでね、ストーリーはぜひ皆さん自分の手でやってみてください。僕が挑むのはこちらでございます。ラギアクルスとリオレウス、今回やっちゃいたいと思います。決戦大会の覇者ラギアクルス、いっちゃいましょう。こちら一番上、第3戦まだ僕やっておりません。結構強かったんだよ、第1代には。どうなるかわかりませんがやっていきましょう。はい、僕のパーティーこんな感じでございます。ラギアクルスは火属性が弱点ということで、リオレウス、ブラキリオス、リオレイヤのパーティーとなっております。さあ早速バトル開始。この辺の効果音も懐かしいよね。さあ始まりました、ラギアクルスさん登場です。はい、味方パーティーが全滅したら失敗になります。まず戦闘はターン制で動いていきます。上にアイコンがあるかと思うんですけど、 A って書いてあるのがラギアクルスですね。なんで味方3人が動いてからラギアクルスが動くという感じになっております。そしてタップするとモンスターの性能を見ることができます。ラギアクルスは火属性マイナス 100% って書いてあるんで、火属性が有効と。あとは毒とかにも若干耐性がありますね。ブラキリオスはね、爆破やられを使えるんですけど、耐性が若干あるみたいなんで食らうか分かりませんが、一回やってみましょう。はい、スイングボム 40% で爆破やられを付与。ただね、耐性があるんでね、40じゃないと思うんですよね。やってみよう。どすこい、爆破やられにはなりませんと。で今回この技が全部黒くなってると思うんですけど、一旦経つと SP ってのが溜まります。今30溜まってるんですけど、30で使える技がないので、このターンは戦うボスしかないです。でもう一つ注意事項、リオレウスご覧ください。雷属性若干苦手です。なんで火属性を使ってラギアクルスの弱点はつけるんだけど、こっちも逆にねダメージを受けやすくなってますから、必ずしもリオレウスが正解ってわけではない。まあ、ただ今回は押し切ってしまおうという作戦です。戦う。ほらもう HP ね全然減らないの。減ってる感じがしないの。はい、ここも戦うでいきましょう。さあ動いてきますよ、ラギアクルスの攻撃。結構強いんだよね向こうはね。今何も使ってこなかったからよかったけど。準備万端よ。ブラキはじゃあ爆破やられをちょっと狙っていきましょうか。よいしょ、なりましたよし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 。これね、3ターン後に大ダメージが入るみたいです。僕もまだ見たことないんでどうなるか分かんないんですけど。でここはちょっとフレアウォールを次使いたいんで、ここも戦うでいきましょう。お、クリティカル、いいですね。
で、ここはサマーソルトでいきます。サマーソルトをすると 60% で毒がつきますから、毒を狙っていきましょう。状態上で攻めていく。毒にはなりません。マインドハウリング。これは防御ダウンですね。なかなか相手もこっちを弱らせながらやっていきますね。こっちもじわじわと攻めていきましょう。私の番ね。まあ、爆破やられにはできたんで、こちら、活力の方向。これね、SP が25溜まりますから、早く技が使えます。使っていきましょう。これ効率いいよね。さあ、こちらは溜まりました。フレアウォール使っていこうか。これ結構強いと思うよ。火属性弱点ですからね。はい、上空からブレスを吐いていく。3500すごいダメージに見えるんですけどね、全然 HP 減ってないんですよね。サマーソルト行きましょう。毒結構強いんでね、毒にしたい。毒になりません。なかなか相手が技を使ってこないね。ありがたいことではあるんですが、お、次爆破しますよ。ちょっと楽しみですね。じゃあここも貯めていこうと思ったけど、どうせ次貯まんのか。じゃあ戦うでいいですね。よいしょ。結構ね、ブラキリオスね、素の攻撃力あるんですよね。ここも待ちましょうか。フレアウォール待ち。うん、やっぱリオレイスとかと比べてね、火力あるよね。リオレイヤーも戦うでいきましょう。よいしょ。さあ爆破やられが、これが終わったら来るのかな。これまた防御下がるんだよな。怖いな。めっちゃ強いじゃん。9000 一番強かったよ多分。悔しいけど。ではでは我らがブラキディオスの力を見ましょうかね。こちらバーンドロップ。これ威力485って書いてあります。 SP90 使うだけはありますね。さらにこの真ん中、これをクエスト中1回だけ使うことができます。これを使って技を選択するとさらに大ダメージが狙えます。記憶石って言うんですけど、このアイテムを使うとすごい火力出ますよ。どうだ、21000、めっちゃ強い。ただここでラギアクルスが蓄電しましたね。ちょっと次の攻撃が怖いです。このまま押し切りたいところですね。いけるかな。この辺溜まってるからワンチャンありそう。よいしょ。いや、ちょっと厳しいか。ちょっと残りそうか。ファイヤーブレスでいきたい。いけるかな。威力175。倒してくれ。討伐できていない。ギリギリ耐えている。そう、これがね、ピンチになると入るんですけど、攻撃上がるわ、防御上がるわ、速さも上がって、さらに状態異常がね、回復するっていうてんこ盛り。だから毒にしてもこれされたら意味ないんですよね。よし。多分これでいけるはず。よいしょ。よし、討伐完了です。いやー、爆破やられ見れてよかったな。ブラッキーめっちゃ強いわ。あ、第4もあるんだ。まあ今の感じいけそうですけど、次はね、リオレス行ってみたいと思います。で、リオレスは火属性を使うモンスターですから、もちろん火属性には耐性があるわけです。なんでさっき使ったね、パーティーはね、あまり向いていない。なので今回はラギアクルスをこっちは使いたいと思います。ただこれも問題があって、ラギアクルスは火に弱いっていうね、お互いがこう弱点を突き合ってる関係にあるんですね。ちょっと怖いけどやってみましょうか。技はね、こんな感じで好きなものをつけることができます。雷欲しいし、あ、麻痺もあるんだ。ちょっと麻痺は狙っていきたいけど、耐性もありそうですよね。まあ、ブラキリオスは爆破やられ狙っていけますし、リオレイヤーは毒狙っていけるんで、これでいきましょう。次は毒も狙っていきたいね。はい、こちら上級まだやっておりません。やっていきましょう。
さあ来ましたよ。まずは確実に勝っていかないとね。状態異常の指示お願い。まあ逆にリオレウスを使って火に強いっていうね、そう守りを固めるパーティーもありだよね。はい、じゃあまずはスイングボム行きましょう。よいしょ。爆破やられになりませんね。そう簡単にはいきませんね。リオレウスは、うわー、爆破やられなんないんじゃない？これ 100% ってどうなんだろう。なんのかな100% ってどうなんでしょうかね。麻痺はでも狙えなくなさそうだね。50だし。よし、じゃあここは戦うで。SP4 ゾーン。ここも戦うで SP4 ゾーン。まあリオレウスもね、あの本編では毒使ってくるんで、毒の耐性があるのは分かるんですよね。さあ積んできましたよ。攻撃と防御を上げてきた。自身を強化していくのはちょっと怖いよね。まあね、これもね火属性なんで、今回はもうひたすらブラキは爆破狙いかな。分かんない、なるか分かんないけど、ならんわな。でここは全部溜まったのか。スパークボールは特になしで、これは麻痺が 20% で入るんで、麻痺狙っていきましょう。やったれラギア。どう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 、入らんか。20だもんな。じゃあ毒もちょっと希望薄いかもしれませんが、使っていきましょう。火の技は効果薄いんでね、なりませんね。ブレスを吐いてきた。よしよしよし。やけどするんかい火に耐性あんのにやけどするんかい。正々堂々やれと。痛い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 。3発食らったらやばそうだね。あー、これは全体な気がする。全体だね。なんでブラキは狙われないんだブラキが一番硬そうなんだけどな。ここはダメージを狙っていきましょう。スパークボール、しかもダメージアップ効果発動します。これはちょっと期待したいけど、うん、あんまり入んないね。やけどが治りました。まあここはサマーソルトだ。いやー強いリオレウス。ちょっとラギアばっか狙わんといて分かってんなあいつ。さあ何が来る。いやーこれはやばいかな。おおおお、あーダメだダメだ。ここでラギアがダウンです。だいぶこれ火力落ちちゃったよね。いややばいんじゃない。ちょっとブラキ791しかないし、かといってこの辺もな、相手が非耐性ある以上はどうしようもない感あるよね。あ、リオレイヤーだいぶ受けないね。これもしかしてブラキってあれ、あんまり非軽減したりしない。あ、 25% なんだ。雷の方が効かないんだね。なるほどなるほど。やばいよやばいよやばいよ。痛いよ痛いよ。ちょちょちょ、ひどくない頭いいぞあいつ。レイヤーレイヤーレイヤー、やばいぞ。リオレイヤーと一騎打ち、まさかの夫婦対決いやちょっとね、毒も爆破も入らんのはこの編成厳しいものがあったかな。これはだいぶカットしてるんだけど、 SP 溜まんのも時間かかるしね。これだとねまだねそんなに受けない。243。おい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 、それはないそれはない、それはダメだ、それはダメである、それは厳しいものがある。いやこれ結構痛いよ。やけど痛いよ。143は痛いよ。それも痛いよ。それも痛い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 。どうだどうだ、もう一旦耐えれそうか、やけど含めて。
防具ダウンいいよ。このこの猛進サマーソルトがどこまで入るか。クリティカルとか出ないかな。よいしょ、もう一発ってとこですね。いやー、やばい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 。これギリ耐えそう。耐えたけども、耐えたけどもだよ、耐えたけどもだよ。これこんなにギリギリな戦いがあっていいんでしょうか。サマーソルトをするしかない。いやー、倒せないか。やけどで負けた。なんだこの接戦は。リベンジ、ナルガクルガを持ってきました。結局火属性は苦手っていうね。さあ、ナルガどこまで頑張ってくれるかですよ。ちょっと今回はね、別の作戦でいきたいね。まずブラキはもうバーンドロップ狙い、とにかく威力高い技でやっていきます。貯めていきましょう。でナルガはこの鋭い眼光ってやつで防御力を下げれますから、これを狙っていきたい。よし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 、いいよ。これ3ターン続くから3ターン奥にやっていきたいね。待て待て待て、それはさ、それはさ、ほらまあ防御、まあプラマイゼロか。そんなことあります全員やけどってそんなことあります。非常によろしくない展開ですねこれね。かれこれ防御ダウンももう3ターンぐらい連続で外しちゃってる。いやー、4ターン4ターン連続は辛いな。防御ダウン戦法はあんま良くないのかもね。もうこれはソニックダイブに期待するしかない。おい、ナイスクリティカル、素晴らしいぜ。そのタイミングのクリティカルは素晴らしいぜ。もう防御を下げるってよりかはね、クリティカル狙いでいく。その作戦、作戦変更だ。さあここで火傷回復してダメージがまた元に戻るんで、サマーソルトを狙っていく。これ2000ぐらいだよね、だよね。ワンチャンいけそうだぞ。さっきよりはいい感じ。ここでブラキがダウン。なんかね、いつもリオレイヤー狙われないんだよね。ここのクリティカル大事だよ。ナルガクルガさん、お願いします、お願いします。出ない、で出なくても強くない？ 3500? 最初からあれやってた方が強かったんじゃないの。レイヤーにお願いします。おい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 、まずいまずい、またこの展開よ。たださっきより状況はいい、少なからず状況はいい。頼んます、これが入る。お、行ったね、行きましたね。危なすぎるんだよな。いやー、リオレウス強い。オトモの卵発見。お、星5のリオレウス、これは心強いね。ちょっと動画映えはしないけど、リオレイヤリオレイヤリオレイヤとかでもよかったかもね。サマーソルトメインで火属性をカットしながらみたいな。はい、少しクエストが長くなってしまいましたが、先ほどはオトモも紹介しましたが、今ね戦っていたライダー、こんな感じでたくさんのライダーがいます。さらにオリジナルのストーリーが展開されていくようです。それぞれのキャラクターはちゃんとね、本編に登場したモンスターの防具だったり武器を装備しております。このフレデリカっていうキャラクターで言えばブラキですね。ブラキのハンマーとブラキ装備、このヒルダっていうキャラクターで言うとリオレイヤ装備とリオレイヤのガンランスだったり、この子はオリジナルかな、見たことないリオレウスの装備してますけど、もちろん声優さんもねおりますので、まあ、ここも楽しみの一つなのかなって思います。
先ほどもちらっと紹介しましたが、メインストーリーというのもありますので、これもね、ぜひ見てみてください。これ結構ね、面白い。とりあえず現状を見れるとこまではやったんですけど、まあ、ネタバレになっちゃうから言えないんだけど、なかなかこう、熱い展開なんすよね。こいつこの後どうなるんだろうみたいな。はい、そしてガチャなんですけども、なんと最初に引くことできる10連ガチャ。なんと、何度でも引き直し可能です。ということは、リセマラが必要ありません。好きなキャラクターが出るまで引き直すことができます。今回紹介しきれなかったキャラクターの他にもたくさんキャラクターいますので、ぜひぜひリセマラで好きなキャラクター狙ってみてください。はい、ということでモンスターハンターライダーズいかがだったでしょうか。今回紹介しきれなかったキャラクターの他にもたくさんキャラクターいますので、ぜひぜひリセマラで好きなキャラクター狙ってみてください。概要欄にダウンロードするリンクあります。皆さんもよかったらぜひ概要欄の URL からダウンロードしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。